はい、皆さん、毎度も、オンシテのトモさんです。よいしょ。毎度も、オンシテのカズマです。よろしくお願いします。よいしょ。本日はですね、愛知県にある桜口公園というところに来ています。こちらですね、その名の通り桜の名所としても地元では有名なみたいなんですけれども、公園内に川が通ってまして、そこにかかる橋で、どうやら飛び降りとかがあるという噂がありまして、川の上だったりとか橋、もうちょっと我慢してください。橋の上通るときにうめき声が聞こえるなんて話もあるようなので、ちょっと周り探索してみたいと思います。よいしょ。はい、じゃあサプリメントの摂取をしていただければと思います。なんか腕立て久しぶりにやってたから辛いわ。いただきます。あー、お茶がうめえ。はい、じゃあ行く前の握力測定ですね。絶対力出ないよ。普通に考えて無理だよ。できます。よいしょ。57.6。まずちょっと最近低めですね。この前70いったのに、ね、奇跡の、あれはね、オープニングカズマが運動してたからね。じゃあ頑張っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい。なんか石があるいきなりですね。なんかやたらとあちらこちらに見ますね。これはなんか歌だ、ね、歌っぽいですね。ちょっと読めないんですが、達筆すぎて。川が左手なので、多分左手、あ、その赤いやつじゃないですか。あ、近っ。ね、これがメイン。そうですね、そのうめき声が聞こえるとかっていう話なので。これなんかあるの？これなんでしょうね、バリアフリーとかね、スロープかなんかですか。そうなの。おお、これはやだ。いますね。普通にシンプルにやだな。あ、ここに来てるのね。ああ、繋がってますね。おお、すごいね。明かりもないから。そう、街灯がついてたら多分、あ、もう早い時間は明るいかもしれないですね。なんか綺麗なだけなんだけど。すごいな、飛び込みする人がいっぱいいるんかな。ここにも書いてある。いや、あかんやろ、そりゃそりゃあかんやろ。いや、あかんやん。あ、でも下にも道あるね。あ、じゃあ降りれるっぽいですね。もう川近くまで、あとちょっと行ってみましょう、行けるなら。ただすごい綺麗に整備はされてるよね。そうですね、まあ桜っていうぐらいですから、もう春来たらめちゃめちゃいいんじゃないですか。すごい風の渦巻く。車が入ってきてるはずないのに入ってきたのかと思いました。なんかさっきからずっと俺もカズマもね、足音っぽいの聞いてたりね。そうですね、コツ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 。というか、ついてから僕右足が痛いんですけど。あれなの、右足痛いって中二病かなんかなって。いえいえいえ、なんか生まれそうなわけじゃないですけど、別に封じてるわけでもないんですけど。俺ね、また右目がねコンタクト取れた。あー、なるほど、邪気感。うずいてるんだ。うんなの、うんなの、いいのそれで。これは開いちゃうとほら火がつくからさ、オーラが見えちゃうから。なんかある。あ、なんだろう、灯籠っぽくも見えますし、お堂っぽくも見 え, 見えますね。神神様かなんか祀ってんのかな。ですね。でもすごい桜が綺麗なとこなんだろうな、これ。どう、そうですね、多分この辺が全部桜なんでしょうね。絶対美しいよね。これで今反対側まで来ましたね。釣ってるやつが赤いから鳥っぽくも見えますし。そうね。まあでもやっぱりこう、ほら、公園としてはほらこんな感じで、すごい。そうですね、芝生も綺麗に丁寧にね。ね、俺ね、さっきから右目見えないじゃん。はい。だからずっとその影が入ってたりするのね、視界に。嫌なやつですね。
すんごい綺麗じゃないこれ。これはもう子供は走り回りますわ。マジちょっと初めてのレベルでこんな綺麗な公園来たんだよね俺ら。ちょっとこっちはあんまり何にもなさそうだね。そうですね、川の下降りれそうならちょっと降りてみましょうかね。うん、怖い感じはしないよ。なるほど。お、ちょっと天使に近づいて。エンジェル君が近くに来てるらしい。エンジェル君。俺エンジェル女子がいる。エンジェルちゃん。うん。いつもなんかおっさん同士で夜景見てる。まあそうですね。男率が上がっちゃうだけ。ん？え？もうモロコの木からでしたよね。うん、ね、エンジェル君かな。エンジェルちゃんが行って言ったから怒られたから。これどうやって行くんだろうね。こっち行ってみる。そうですね、もしかしたら上がるだけかもしれませんが、降りるなら上がれ、まあ上がるだけだったらここで一人検証して。そうですね、降りるならそっちで、うん、やっぱ近い方がね。ちょっと橋を見上げる感じで撮ってみたいんでね。一回もないじゃん。そういう動画の撮り方したことあんまりないですね、僕ら。あ、これ降りれるじゃん。降りれますね。こっちは多分さっき行きで見えたとこに繋がるんじゃないですか、上は。え？あー、はいはいはい。バリアフリー的なあれじゃないですかね。そういうことね。このまっすぐの道も結構すごい。闇に吸い込まれるよ。本当に明かりもないもん。え？この辺で顔認証しましたけど、それっぽいようなのないよね。ちょっと右側が濡れてるっぽい感じはするけど、俺の今の右目じゃ。え？足音しましたね今。したね。どなたもいらっしゃっていうか、この真っ暗で明かりもなんか歩かんやな、いくらなんでも。シンプルに嫌だ。ちょうど橋の下だし、ここでやってみようか。そうですね、この辺で。どっちがいい、橋を歩くかこっちか。やっぱり下じゃないですか、近い方が。たまにはこっちでやってみようか。そうですね、僕はほら車ですし。なんかこう下に降りれるってあんまりないもん。そうですね。ただね、え、声聞こえる。声ですよね。男の人でしたけど、うん、男性だった。うん、まあここでやりましょう。やりましょう。僕ほら車ですから、何回も言いますけど車ですから。準備しましょうか。はい、それではですね、準備の方できまして、ちょっとカズマの野郎は戻りましたので、まずですね、ちょっとレムポットを、橋の下付近に置きたいと思います。はい、今じゃあ起きましたので、一人検証の方を始めていきたいと思います。まずはですね、まあ、お約束スピリットボックスですね、使っていきますね。こんばんは。どなたかいらっしゃいますでしょうか。なんかちょっと雑音が入ってるな。これはね、怖い。結構ガチめに怖い。でも、うん、さっきお話ししてた通りですね、非常に綺麗には作られてるんですよ。ただ、ロケーションがこれだから怖いっていうのが多分あると思います。スピリットボックス反応いただけませんか？少しお話いただけませんか？
なんか喋ってるな。ちょっとごめんなさい、一旦切りますね。ちょっと橋の下だとですね、少し反応はなさそうですね。ちょっとですね、まあ、ここのまま撮ってても多分反応のないままの撮影になっちゃうもんですから、ちょっと上の橋やっぱり歩いてみましょうか、ね。どうなるか、まあ、反応の方が出るかとかちょっとチェックしてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと橋の方戻ってきましたので、一度往復してみたいと思います。ここにですね、今レムポット設置してますね。ここ近くにあると反応します。では行きたいと思います。一応ですね、片道に関しては、スピリットボックス鳴らしながら行きますね。こんばんは。どなたかお話しいたしませんか。なんか多分喋ったんだろうな今の。今ですね、ついてるのカメラのライトのみなんで、あちらにライト置きっぱなしですから、これが先ほど映らんか、一応うっすら真ん中に映ってるのが先ほど、先ほどあったですね、灯籠か歩道かっていうのですね。やっぱりですね、スピリットボックス、ちょっと反応がなさそうですね。お、少し喋った。やっぱこっち側の方が反応するのかな。こんばんは。少しお話しませんか。すごい雑音がですね、入った声だったので、この辺まで行ってみましょうか。やっぱり反応なさそうですね。じゃあこちらの明かりに向かってですね、戻っていきたいと思います。じゃあスピードボックスは切りますね。これね、先ほどもずっと話してたんですけど、飛び込み禁止する普通。これですね、今反射が少ししてますけど、めちゃくちゃ高いので、ちょっとパッと見だったらワンチャンジャンプできそうなのかなって思っちゃうんでしょうけど、無理、絶対無理。またもしかしたらですね、こう静かなスピボが鳴ってない時に声入ることって結構あるので、もしかしたら何か入ってるかもしれません。もし何か気づかれたら教えてくださいね。風の音がすごい声に聞こえる。やっぱりそれっぽく聞こえるな。それが噂になったのかもしれないですね。こういう地形の反響する音というか、そういうもので。はい、ではですね、橋も戻ってまいりましたので、これでですね、以上で今日の一人検証を終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした。スピポがね、一切反応なくて、はい、そうなんですね、うん、橋の下が原因かなと思って、橋の往復をもう一回してみようと思って一人で往復してきたんだけど、ああ、そうなんですね。そのね、往路の最後の方に一瞬喋って、それ以来なしみたいな。ただやっぱりね、いろんな声だったりとか、はい、足音とか、はい、気配とかはものすごいある。多いですよね、うん、ここすごいですよね。ちょっと尋常じゃないぐらい、はい、これまたね、春日ね、桜を見たいね。そうですね、日中にね、ね、いい公園です。夜はね、やっぱり雰囲気がらりと変わるんで、あまり来ない方がいいかなと思いますね。はい、お疲れ様でした。
右目に封印されしザマスが。とんでもないもんだけど。グリーンのオーラをまとってるからね今回。あ、そういうのなんか味が変わるとか変わらないとか。そうそうそう、リッチショコラが切れたからね、抹茶に変えました。久しぶりですね抹茶。僕大好きなんですよ。いただきます。シンプルにうめえ。はい、じゃあ締めの握力測定ですね。70いくつになってるのかな。絶対下がってると思う。じゃあいきますね。そいや、うん、ほらね。54.1 になりました。だいぶもう60も出てないじゃないですか。指痛いんだって。もうちょっと暖かくなってからだよ。なるほどね、うん、多分ね。頑張ります。動画の方ですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよということがありましたらコメント欄の方にお願いします。右目がうずくあなたはチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。またね。